ずっと寝てたのか。どうなってんだ。パパ？私マシュマロ好きだっけ？寂しいよ、パパ。あの日も、あのことが起きた日も、こうやって燃えてたのかな。とりあえずマシュマロでも焼いてみるか。綺麗だな。目を離せない。うん。クロエだって火は好きなんだろ。むしろ魅了されてその危うさに気づいていない。危うさ？火は暗闇と似て目をくらませる。だが暗闇には何もない。空っぽだ。火には何があるの？美だよ。だが時にはそれにも勝る美があるんだ。すごい。火は嫉妬深い。美を独り占めしたいんだ。だから気をつけろ。何に気をつけるの？やけどだよ。